この街のいろんなモラリティなんだ。焦るビーこそがスープテンなのという表情に気まぐれは道場だとかサブガルガが逆感する。あいにくのようですが本日の今日一体の空には警報級のある匠が不良です。白昼堂の駅のホームで若くたもの現実感が彼の背中を線路内で蹴落としてる。人一人の命がエンタメのようにさもり込み出しみたいに消しカスとなって大きいコンテンツの犠牲となる。叫ばしょうね、叫ばしょうね、インプレッション期待に左右を反応して叫ばしょうね、叫ばしょうね、正当性なんて取り手腕くっつきろ。ああ、死な世界が終わるだなとは勝手に今トラックに狙ってる騎士への無理だい。何不自由ない、これ色のないくらいの個性な子に僕らは見えない何かを欲していた。何千回何万回また一つ覚えのように後悔をするのがこの街の面白いところなんだ。期待をして未来ずってはにわる方には最重要な末の路線席が成されてないだよ。だから人は山なきを記憶しそれは地獄当然の通りバグまみれの人類のデバグはいつ終わる。叫ばしょうね、叫ばしょうね、センセーションなんかを爆弾でぶち込んで叫ばしょうね、叫ばしょうね、一切が最後かまるにしてていこうね。失うもんはもうないさ、愛される意味でもないな、修正を見出しがたないもん。永遠おさらさどく小銃をいったまくまで後日動くか少年を許したそうそうなんか光景な消防船が一生無楽を持つがいいさ。そのまま山の大将やたらいさ。マラクの重落で日が下つらしてパスワッチをね。カラフォーの分際でおかさわぎしようぜ、おかさわぎしようぜ。